自分の家の中と自分の頭の中って全くリンクしてるから、きっと部屋が片付かない人って頭の中が整理できてない人だと思うんだよね。だからその頭の中のゴミをさ、取らないといけないよね。山井よろしくお願いします。よろしくお願いします。なよ、はい、はい。もうすぐ節分ですよ。ああ、そうですね。一応、風水行事の中では年間最大のメインイベントが節分でございますのでね、この節分までにね、何を成し遂げる、何をやり遂げると決めてる方もいらっしゃると思いますし、まあ、ただね、節分を普通の一日と捉えてる方もいらっしゃると思いますが、僕なんかは非常に大きなウェイトを占める、イベントをですね、また、本当新年の始まりですよ、節分というのがね。だから、ここを一つの区切りとして。だから、この節分までに、第一のゴールが大晦日だけど、第二のゴールは節分だから、きっと大晦日までに家が綺麗にならなかった人、いると思うんですけど、第2のゴール、もうここが本当のゴールだからね。節分というのは本当に一つの風水行事のね、メインイベントなので、ここまでに綺麗にできなかった人は綺麗にしてほしいなと思いますね。これもうあれですよね、ラストってことですよね。ラストですね。だからここでさ、家が汚いまま2月ね、その節分を過ぎてしまうとさ、結局2023年の汚れを2024年に持ち込むわけだから、これは相当頑張んないと運気を上げていくのは難しくなってしまうね。節分までにちゃんと片付けられなかったら、どんなこと起こうん。る？2023年あなたの人生はどうでしたかってことだよね。だから2023年どうでしたかとインタビューしたときに、いや、2023年ちょっとしんどかったですね。なかなかこう、いいことがなくて、こう、本当思い通りにならない、ちょっと辛い2023年でした。なんていう人が家が汚いまま2024年に持ち込んでしまうと、良くて現状維持。よくて現状維持。良くて現状維持ですね。やっぱりね、環境ってすごい大事ですよ。だって環境通りの人生になっていくわけだから、家の中がそういうごちゃごちゃした感じのまま2024年行ってしまうってことはさ、そのごちゃごちゃしたのが自分の人生になっていくからね。まあ、ごちゃごちゃしたそのマイナスなことを引き寄せるんじゃないのかな。これはめっちゃ良くないですね。いい未来に良なくる。ない、非常によろしくないよね。だからその部分を自分の中でどのようにね、していくのかっていうのがすごく重要なポイントじゃないのかなと思いますよね。そうですね。そろそろちゃんとしよう。自分の人生ちゃんとしよそうですね。そのためう。うん。に、こっから手つけたらいいぜみたいなやつあったら教えてほしいんですよ。やっぱりね、部屋が片付けられないとか、部屋が汚くても平気でいられるっていう人たちは、ある一定数いるわけですよ。大体、部屋が、自分の家の中と自分の頭の中って全くリンクしてるから、きっと部屋が片付かない人って、頭の中が整理できてない人だと思うんだよね。だからその頭の中のゴミをさ、取らないといけないよね。だからそのためにはさ、やっぱりまず何からしていくかっていうと、ステップバイステップで順番っていろいろあると思うんだけど、僕はまあパッと思いつくのは、自分の中でこう、何か、一つでもこうなんか指針になるものがないとさ、人間って流されていくから、今ね、その部屋が汚い人、散らかってる人、片付けられない人、こういう人ってね、襲ってくるんだよね。負のマイナス感情波動がこう、自分を襲ってくるから、自分がどうしても不機嫌になってしまうっていう部分が、あるんだけども、まずこの負のマイナス感情波動、自分の感情だよね。この負の感情を手放していくっていうことを意識したらどうかな。やっぱどうなんだろう。僕は自分のことしかわかんないけど、普通の人ってこう自分の機嫌っていうのはその時その時で、だけど、機嫌が悪い時に今自分機嫌が悪いとかいうふうに思う人ってあんまりいないのかな。これ僕自分のことしかわかんないけど。結構僕で言うと、こうやって自分の感情を常に見張るっていうのができるようになるのに時間はかかりましたよね。それはすぐはできないと思うけど、そうしようと思って意識してれば僕は絶対できると思うんだよね。僕短期だからね、機嫌悪くなるんですよ。機嫌悪くなるけど、機嫌悪くなると必ずもう一人の自分が絶対話しかけてくんだよね。今機嫌悪いねって。絶対話しかけてくんだよ。僕は自分機嫌悪い時すぐこう気がつくんだけど、だけどやっぱりね、人間だからさ、すぐ、やべ、今。まあ、機嫌悪いなって思うけど、でもやっぱりそこでも無理やりこう、機嫌悪い時間をさ、機嫌悪くなることがいけないわけじゃないんだよ。人間だから機嫌悪くなる時だってもちろんあるし、だけど僕が思うのはいかにその時間を短くするのかっていうことにフォーカスすべきなんだよね。人間だからさ、機嫌悪くなっちゃいけないって言うと無理なんだよ。だけどその機嫌が悪い時はイライラするとか、ムカつくわっていう感情、これをさ、無理くりでもこのショートカットして時間を短くするっていうことができるようにならないといけないと思うんだよね。だからそのために自分なりの方法というかね、そういうのを見つけていく。だよ。はい。いよいよ始まりません。はい。人体実験研究所、いよいよ始まります。第2期の。第2期でございます。第1期、えらい盛り上がりましたのえらいで、盛り上がりました。おそらく第2期はもっと盛り上がるんじゃないかと期待しております。大王から開運方法を学びたい方は絶対来てほしいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。人生を変えるのに半年もいらない。
3ヶ月で十分だ。あとはもう自分で律していくためには、絶対その機嫌悪い時に、うわ自分今機嫌悪いわ、このまま行ったら絶対運気落ちてくるわ、このまま行ったらなんか絶対引き寄せるわって。だって地味毛量なんか無限にいるわけだからさ、例えば会社にいる時だってさ、なんかこう上司に言われたとかさ、はい、なんか部下が失敗したとかさ、なんかそういった時があったとさ、うわムカつくわってなるけどさ、もうわとかなった時にさ、その地味毛量たちがさ、周波数が合うと入ってくるからね、それの方が嫌じゃん。地味毛量ってどういうやつらのこと言うんですかね。いやだから低級例だよね。いやめっちゃ嫌じゃないですか。なんか上級ならまだしも低級は嫌ですよ。低級というか超スーパー低級例だよね。そうなんですね。結局さ、この世に未練があってさ、あいつが許せない、こいつが許せないっていう思いで死ぬ人ってさ、いっぱいいるんだよ。あいつマジでムカついたわとかさ、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだって思ってる例ってさ、本当にいっぱいいるわけだよ、うん、だけど機嫌いい人ってそういうの無縁だからさ、周波数が違うからさ、近づくことさえできないわけだよね。だけどそれがさ、何かのタイミングでさ、あいつムカつくわとかさ、もう机を思わずバーンって叩きたくなるぐらいな、ジャニーさんもよく叩いてるじゃん、ガーって。だああいう時なるべくこう近くに、あちょっとね機嫌悪いんだなと思って、僕はもうさーっと離れていくけども。あそうですか。ちょっと僕自分自身でちょっとあれ無意識って怖いっすね。あのね、一番怖いのは無意識だよ。あそうなんだ。人間というのは無意識のうちに人を傷つけてしまう生き物だからね。そうなんですね。ってことは僕傷つくことか。あとほら、よくサロンでほら椅子とか蹴飛ばしてるじゃないですか。サロンで椅子蹴飛ばしてるんです。蹴飛ばしてますね。最悪じゃないですか。だからサロンで本当壊れていく椅子たちが多いんだけど、僕は一つ一つにごめんねって謝ってんだよね。大丈夫、本当にありがとうございます。たまにこれ壊れてるなっていうのある時に、あれ僕だったんですね。まあね、大きな声では言えないけど言ってる。周波数言ってますよ。地味毛量が無限にいる中でさ、自分が怒るとさ、周波数が合うからさ、あいつらは周波数合う人を探してさまよってるからね、あの方たちは。だから機嫌が悪くなった瞬間に、うわ周波数あったって入ってくるわけだからね。もう入られるとさ、結構ね支配されちゃうからね、コントロールされてしまうんでね。どうなるんですかそれ、コントロールされるってことは。ジャニーさんない？なんかこう怒って怒鳴って自分で怒りが止められなくなっちゃって、もう幕し立ててしまって、言ってはいけない一言を言ってしまい、やってはいけないことをやってしまうってさ、そういう時代あったでしょ。本当に子供の時ありましたね。自分で自分のことをコントロールできなくなるよ。はい、ずっとなんか人をけなしたりする時ありましたね。だからそれが本当ジャニーさんの場合今でしょ。だから誰も怖いっすわ。僕よく乗っ取られてると思います。そういう自分の感情がこうコントロールできない時はまさしく憑依されてる時だよね。そうなん。まあしょうがないよね、それはそれで。だけどそういうことに気がついた人は徐々に徐々に変わってくると思うけど、世の中の人はこういう話は信じないから、まあそれはそれで仕方がないんだけど、分かってる人だけ気をつけたらいいと思うんだよね。そうですね。でもこういうネガティブ感情を手放すためには、やっぱり日々観察というか自分の感情を見張る必要がありますね。そうだからあれだよ、その LINE のリマインダーってやつ。ああそうっすよ、前回ですかね。だからあれも1時間ごとにさ、今の機嫌はどうですかみたいな、今の感情はどうですかみたいなのがね、1時間ごとに送られてきたら、はい、やばい機嫌とかさ、うわちょっと感情のコントロールみたいな、はい、今の感情に気づくってすごい重要なことで、いつ機嫌悪くなるかとかわからないじゃない、うん、いつイライラするかとかさ、いつこうなんかムカついてくるとかさ、そういうのが日常茶飯事、毎秒コロコロ変わっていくからさ。でもね、僕本当、もし僕ね35歳の時にさ、自分の師匠のとこ行って人生どうしたら変わるのかなって、本当切羽詰まってる時に、そういう方法があったら僕全部片っ端で今言ってたこと全部試すよ、僕だったら。しかも、うん、本当に変わりたかったら全部試すよ、言われてること。今だってこれ人生変わると思わない？1時間ごとにさ、今の感情どうですかとかさ、自分に嘘をついてませんかみたいな、そんなのがさ送られてきたらさ、確認するじゃんその都度。そうですね、LINE の1日多分さ16、7時間ぐらい起きてるだろうからさ、その間毎時間送られてきてたらさ、潜在意識に落とし込む回数だからね、うん、俺すごいことだと思うよ。いやそうですね、昔よりもそういうことできるってことは、なんだろう、引き寄せとかしやすい世界になってきたんですね。いやしやすいですね。だから僕本当に何も知らないで、うん、今この時代にふっとタイムスリップしてきて、この情報がたくさんある中で全部ダメですよね。ぜひこれやってもらって、だから2024年を劇的に変化させたいと思ってる方ばっかりだと思うんですよ。ちゃんとしようってことと、2024年こそ本気出そうよってすごく思うよね。そうですね、毎年毎年思いますよ。これは自分にもね言い聞かせてることだけどね、うん、ちゃんとしよう、ちゃんとしましょう、ちゃんとしましょう。ということで2024年をハッピーにするために、はい、ネガティブな感情を手放していってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことを言えるのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。